はい、今日はモータージャーナリストの竹岡圭ちゃんに来てもらいましたけど、はい、こんにちは。こんにちは。圭ちゃん、そういえばなんかちょっとインドっぽいよね。そうなんですよ。デリーショーイって言われたでしょ。インドのどっから来たのってものすごい聞かれて、インドのどっからじゃないからみたいなね。日本から来たんだって言いたいんだけど。初めて？初めて来ました。でもなんか去年チャレンジブルになんかこうモンゴルラリー出たりしたからさ、はいはい、こういう地域なんか得意そうだよね。そうなんですよ。もう3年越しの夢が叶って。そうなんだ。ようやく行けたんですよね今回。いや今回ね、僕も行きたいなと思ったらどうも竹岡系ツアーがあるっていう噂を聞いてまあちょっと乗っかっちゃったんだけど。なるほどなるほど。これダウンタウンですね。そうですよ。すっごい交通状況でしたよね。ね、もうミリ単位のこんなせめぎ合いみたいな、うん、街みたいに横でキャーって言ってましたよね、うん、だからなんかさ、日本の三丁目の夕日って感じじゃない、うん、あ、それは60年代50年代。あ、これほらジャガーの社長だよ、イアン・カラムと。あ、そうなんだ。そしたらさ、親会社がインドのタタだもんね。そうですよ、ね、そう言われてみれば、はい、これはマルチ鈴木なんだけど、はい、いかにインドで鈴木が強いかっていうのはもう、うん、トヨタ市でトヨタ車見るより、うん、デリーで鈴木見る方が多かったね。いや本当にそうですよ。この館にしてもね、丸ごと1個鈴木でしょ。そうだよね。もうフランクルト賞のメルセデス・ベンツかよぐらいの勢いでびっくりしちゃいました。そうだね。でもまあその成功の裏には多分その鈴木治さんがね、うん、はい、やっぱインドのガンジーさんが息子さんが国民車作りたかったんだよね。そうですそうです。で亡くなっちゃった。そうなんですよね。で母親のこの願いをね、うん、息子の願いを叶えたいという気持ちに、うん、まあ、応じて修さんが80年代にインドに乗り込んだんだよね、はい、そうですね。修さんの人柄が良かったからここまで続いたんだって言ってましたもんね、うん、まあ、本に書いてあるよね、うんうん、金はないけど中小企業でも、でも鈴木は日本のね、国民車スズライトを作った経験があるから、はい、インドの人たちの気持ちは分かるよっていうところが、うんうん、通じたのかな。そうですね。やっぱり俺は中小企業の親父ってね本書いてますけど、確かにその通りかもしれないですよね。まあそれに対して日本のね、うん、トヨタとホンダがね、はい、まあ、最新のなんかこうハイブリッドとかいろんなもの持って小型車新興市場ということで来ましたが、まだなんかこう鈴木がこうその地元で目指してる国民車とはちょっと違って、まだ大きく贅沢かなって感じしたけどね、うんうん、はい、そうですね。もうこれもニュークスモールコンセプトも本当デザインコンセプトかっていう感じで、まあそこそこ人は見てたけど、うん、まだまだなんかこう遠巻きにして、ふーん、こんなの出るんだぐらいな感じでしたもんね、うん、僕らが60年代に外国車見てるような目で見てたよね、うん、あ、それは言えます、うん、言えます。でもさ、まあ、これケイちゃんたちから聞いたんだけど、はい、なんかこうマルチ鈴木はもうヨーロッパにも輸出してんだよね。そうなんですよ。ヨーロッパとあとオーストラリアとかにも輸出してて。インドで作って。そうなんです。で、あそこら辺のパキスタンとか、うん、あの辺の国でも 50% 以上のシェアを持ってるんですって、うん、だからね、ヨーロッパで輸出ってことはさ、ヨーロッパのユーロ5という排ガス規制と衝突安全を通らなければヨーロッパで売れないから、うんうんうん、だからインドの自動車作る、もちろん部品メーカー含めて、産業としてすごいポテンシャルあるよね。そうですよ。だってスクラップインセンティブのおかげでドイツでも相当売れたみたいですよ、アルトっていう名前のエースターが。そのエスターはなんと日産のバッジをつけて、はい、日産はインド製の車をヨーロッパでピクソで売ってるもんね、うん、ああ、そう言われてみればそうだ、うん、ね、まあ、これはトヨタですね。そうですね。エティオスですよね。ちょっとやっぱでかいね。ちょっとね、インドの交通事情を考えると大きいのと、うん、まあ高級な感じはしましたけどね、うん、ところでさ、はいはい、ターバン巻いてる人いっぱいいるんだけどこれターバン巻いてる人と巻いてない人の違いって何？ターバン巻いてる人はシーク教っていう宗教の方々ですよ。え、その仏教ヒンズーの中にさらにシークってあるの？メインはヒンズー教で、はい、ちょっとイスラム教がいて、さらにもうちょっとシーク教がいて、あとはもともとタダが属してたゾロアスター教の皆さんとか、いろんな人が混じってるんですよ。あれ、僕インドって言うと仏教の国だと思ったんだけど、それはちょっと違う。違う違う。それネパールか。そうそう、隣、うん、インドはヒンズーなんですよ。だからもう牛がうろうろしてたじゃないですか。これ原稿間違えちゃった。仏教の国インドってそれガンジーだと思っちゃったでしょそれあれ御殿場に住んだおじさん、それガンジーだから。あ、そうか黒沢さんでした。そうなんです。なるほど。
あ、タタ、ね、タタ出ましたよ今ね、うん、エレクトリックタタも出ましたけど、まあ、タタといえばあの、うん、ナノ、そうですね、10万ルピーだから22万円だよって言って2年前に驚きましたね、うんうん、みんな、はいはい、全然街で見ませんでしたね。まだちゃんと売ってないみたいじゃん、聞いたら。そう、なんか工場がね反対されて作れなくて、うん、全く生産追いついてないって言ってましたね、うん、もう追いついてないとかまだ作ってないってまあでもこれヨーロッパでね、ジュネーブ賞で2012年頃にヨーロッパで売りたいって言ってたから、このナノはもうちょっと値段高くなるけど、やっぱちゃんと安全性とかやるんだろうね。安全性やなきゃやばいですよね、うん、運転席の下にバッテリー見えて私びっくりしましたよ。でもねこれね、あるあるだからね、うんうん、ポルシェ911とかね、はい、スバルサンバと一緒だよ。あ、まあ、確かにね、レイアウトはね効率的、スマートと一緒だよ。あ、そうですよね。僕はもしかしたら次のスマートのプラットフォームはね、タタ製になっちゃうの？だってあり得るじゃないかまあ確かにね。だってさ、タタってメルセデス・ベンツ資本参加してるんだよ。そうなんですか、入ってるんだ。そう、あのトラックとか商業車部門で技術供与してるんで。そっかそっかそっか、あながちこれはねあり得る話だ。うーわー、そうなったらどうなっちゃうんだろう。これもすごかったですよね、これピニンファリーナって書いてあったけど、なんだかわかんないこの車。これタタ製？タタ製ですよ。でもかっこいいじゃん確かにね、ピニンファリーナだから。うん、そうか。でもね、うん、そのタタだとかナノだからっていう高いとこ目線って、うんうん、一回もう僕ら捨てなきゃいけないのかなと思ったけど、まあ、確かにそれはそうかもしれないですね。デザイン性はかなり優れてましたよね、うん、でエアバッグなんかなくても、うん、まず雨風しのぐ車が欲しいっていう人たちがいるじゃない、うんうんうん、だからやっぱり日本のこう50年代60年代の自動車を見れば、日本も三輪車いっぱい走ってたしね、うんうん、私ね今回それでねびっくりしたのが、うん、その最初ねナノがドアミラーがないとか言って話題になったじゃないですか。なった、うん、で行ってみたらドアミラーなんかいらないと思いませんでした。あったって、あんなもん弾かれてねもげちゃうって。そうでしょ。だってね名刺1枚入るか入らないかぐらいの隙間だよそうですよ、車と車が。そうですよ、だから窓開けて手出したらね肘やられちゃうよね、うん、いや絶対やられちゃう。だからあ、ドアミラーいらないんじゃんって言って初めてそれ分かって、そうそうそう、私かなり就職区画だったらと思ったんですけどね。そうなんだよね、うん、あ、これですよ、オートさん立派してましたよ。これだからさ、新型車でしょ。そうですそうです、新しいやつですよ。スクールバスみたいなのありましたよね。あったね、うん、だからでもね、人々にとって車って何なのっていうのはもう一回分かったような気がしてね、うんうん、なんか日本ではこう贅沢でカーナビエアコンとかね、サスペンションやれ、エアサスだ、バッテリーだ、うん、EV だ、プラグインだって言ってるけど、うんうん、あの彼らにとってはやっぱりその仕事がある20キロ先まで行けないとご飯食べれないじゃない、ええ、そうなんですよ。だから生きるためにモビリティ、うん、車っていうのは必要なんだなっていうのが改めて分かってね。そうですよね。だから結局向こうで作られてるのって、人がちゃんと乗れて荷物もいっぱい連れて後ろの席も広くて、とにかく詰め込めますよっていうのがやっぱり主流じゃないですか、ね、だって自転車に4人乗ってるんだからね。そう本当にいや本当にね、ゾウ乗ってる人が見れなかったのが残念でしたね。そうだね、まあ、でもいても不思議ないよね。そうなので牛が出てくるとみんな緊急回避して、ね、うん、椅子じゃないや牛に当たんないようにしてるしね。そう私あのタージマハール行ったんですけど、あ、1日早く行って行ったんだよ、ね、そうなんですよ、うん、あそこもね高速道路なのに牛とかね、うん、荷馬車とかねもうみんな走ってて、でちょっと信号待ちみたいに止まったりとか渋滞で止まると、うん、もうあの物乞いのね子供とかがいっぱい来たりして、うん、まだまだそういう世界なんだなっていうのはすごく感じましたよ ね、まあ、物乞いの子供は、うん、あのデリーの街中にもいて、はい、交差点でねこうみんな寄ってくるじゃない、うんうん、でタクシー乗ってもエアコンはエクストラチャージでね、うん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 、エアコンつけたらいくら割増ですよみたいな、うん、だから本当にそのエネルギーとか移動とかね、うん、私たちがこう当たり前になってるようなことが、彼らにはやっぱり生きるためにね必要なことでね、うん、そうなんですよね。だって燃料はあの牛の糞をおせんべいみたいにして潰したやつ、うんうんうん、あれも燃やしてるって言ってましたもん ね、実はねデリーショーから帰ってきたその日に、はい、ホンダの伊藤社長と会ったんだけど、まあ、このブリックスの話をしてたんだけどね、うん、実はブリックスといってもまだ欧米の贅沢な車を売ってるだけで、うん、はい、本当に新興国用の人たちのための安くて小さな車はまだ作ってないんですよってホンダが言ってたよね。あ、そうですね、うん、だからそれをあの聞いてね、まあ、マルチ鈴木の、はい、まあ、活躍がねこれから、うん、あの本当のブリックスの車を作るんだなっていう思いがしたの。そうですね、いろんなメーカーが出てきて、もうインドがこのハブ工場みたいになるでしょうねこれから、うん、でインド中心にいろんな地域に輸出される。そうですね。